はいどうも、しょうゆTVです。はい、本日はですね、ピッチャー系の動画ですね、珍しくやりたいと思います。まず今日は、ランナー1、2塁でバントされて、3塁側にボール転がった時、ピッチャーが取りに行くんですよ。ピッチャーがバー取りに行って、くるって回転して投げるんですけど、その方法をお伝えします。コントロールまず紙でした。しかも、取ったままそのまま下から、あ、すごいですね。やってました。ちょっと軽くいきましょうか。もう1個投げるやない。こう投げて、そしたらさ、こっち折れるじゃない。三塁、いつ折れるじゃん、こうやってガーって折れるじゃない。で、投げる方向はこっちじゃない。はい。だからもう、こういったままもう体をこの状態にする。なるほど。投げました、バントされたと思ったらもうバー走る、バー走ってこの状態にして、あの、意識するの、三塁ベースこの辺だなって。あ、意識しつつ、もう走って大体この辺だなっていうのを頭に入れとくってことですか。そうそうそう。ああ、なるほど。こうやって走りました、来たっつって、投げました、あー来て、OK、なるほど。それを素早くやっていきます。はい、行こう。なるほど。わかる。うん。投球的にはちょっとシュートしちゃうんだけど。そうですよね。でもこう、野手的には取りやすいかなと。こうなるから。あー、なるほど。そのままタックいけるから、こう来るから、こうしやすい。なるほど。まあ、ここはベースとして、うんうん、ここはベースとしたら、もうこう待つわけだ、サードは。そうですね。こう待つわけで、俺が送球しましょうか。そう、こうじゃん、ここに欲しいな、ここに。もうちょい下、もうちょい下、ほんとこの辺に欲しいわけ。あー、ちょうどその足元ですね。この辺に欲しいから、そこにめがけて行くわけよ。あ、ごめん。で、ここだから、この辺に投げるわけ。はい。横投げだからシュートして、ちょうどこの辺に突くわけ。もうちょい低いな。難しいな。もっと低い。だからもう、それダッシュして、ダッシュして緩めて。ああ。なるほど。投げていいよ。ふい。みたいな。うん。流れでいくけど、顔はもう先に取ってから。ああ、そういうことですよね。こう、ああ、わかります、わかります。投げていいよ。バーって、走る。取る。投げる。取る、投げる、取る、投げる、取る、投げる。なるほど。これで俺何回アウトしてた。マジでマジで。珍しくそういう、今日は守備練をしたけどどうですか。いや、ありだと思います。ありですか。いや、結構意外とそこ、あの、微妙なところというか、あまり教えられないところだと思うんで。なるほど。はい。ガー走ってくるっと回って取る。はい。取る。投げるで。なるほど。一発パンパンって。ダッシュしてきた自分のスピードの勢いをどう球際でうまくコントロールするかっていう。それはでもこっちに最後向けるのよ。意味わかるかな。こう来て。カーブで。ああ、なるほど。こっちのスピードをこっちに向けるわけよ。こう向けて。なるほど。そこでターンするんですね。そう、ターンする。なるほど。これは一つのちょっと腕かな、技術かな。なるほど。これの、まあ、ちょっとでも練習しないとっていうところありますけど、ね、結構なかなか難しいと思いますね。そこは急にやるのは、まあ、勢いそのままでできれば、うん、今日はちょっと多少はためになったかなと、うん、思いますけども、どうですか。はい、というわけで今回は、ランナー1、2塁からのね、バント処理の仕方をね、説明しました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒に、モンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さん、ぜひとも一番にご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。
翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。